戦国秀久、三英傑に仕えたジェットコースター武将、無から返り咲いた男。皆さんこんにちは。今回ご紹介するのは戦国秀久。もともとはさほど有名ではありませんでしたが、宮下秀樹氏作漫画戦国シリーズの主人公として一気に知名度が上がった武将ですね。戦国秀久は漫画の煽り文句にも歌われる通り、戦国史上最も失敗し挽回した男。ジェットコースター武将とも評される彼は、織田、豊臣、徳川の三英傑に仕え、戦乱の世の終わりを見届けた男でもありました。美濃斎藤から織田に鞍替え。戦国秀久は天文21年1552年1月、雪深く積もる美濃の国、現在の岐阜県加茂郡坂穂町に生まれました。戦国氏は藤原北家、美濃前田氏の末裔であり、清和源氏、時氏の血も引く由緒正しい武家、代々時氏に仕え、その没落後には斎藤氏に仕えていました。秀久には兄たちがいたため、幼くして越前の国の豪族萩原氏へ養子に出されます。しかし当時、主家の斎藤氏は尾張の織田氏との抗争の真っ最中、織田に出奔した長兄の久勝が敗着され、時計も創生してしまい、秀久に家督が回ってきたのでした。一般には永禄10年1567年、秀久16歳の時、主斎藤辰興が織田信長に敗れた稲葉山城の戦いの後、落ち延びて信長のもとに参じたとされますが、それ以前の永禄7年から8年1564年から65年に織田の配下となったという説もあります。ともあれ、信長は年若い秀久の勇壮な風貌を大変気に入り、金塊一つを褒美として与え、羽柴秀吉の与力としました。元亀元年1570年の姉川の戦いでは、山崎新平という浅井方の武将を討ち取り、その功績によって天正2年1574年近江安郡滋賀県安市周辺に千石の知行を得ました。ちなみにこの山崎新平、漫画戦国では恐ろしく強い浅井の猛将と描かれていますが、資料の上ではその名が残るだけで、実際どんな人物だったのかは全く不明。いずれ浅井、朝倉家中ではそれなりに地位のある人物だったと考えられるので、小谷城、山崎丸を築いた朝倉氏家臣山崎義家の援助だったんじゃないかなと思うのですが、どうでしょう。秀吉の下で中国、四国へ、小さいながらも領主となった秀久は、同僚野々村幸成の娘を正室に、甲斐の浪人竹村新兵衛の娘を側室に迎え、10男6女計16人の子宝に恵まれます。このうち長男の久忠は後に失明して兼業となり敗着。関ヶ原合戦の直前までは次男秀則が嫡男扱いとなりました。秀吉の下で中国攻めに従軍した秀久は、天正6年1578年には計5000石に加増され、出世街道を高速爆進していきます。播磨の国三木城を兵糧攻めで追い詰めている間には、湯の山奉行に任命され、戦乱と火災で壊滅状態だった有馬温泉の整備、再興に一役買っています。またこの頃、黒田義隆の元を追放された後藤元次、
又兵衛を召し抱えていますが、仙石氏と後藤氏は遠い遠い親戚にあたるため、その縁によるものと思われます。天正9年、1581年には、又兵衛の元の主、黒田義孝と共に淡路島に侵攻。北端の岩屋城、東端の由良城を攻略。四国にあと一歩と迫った織田軍でしたが、本能寺の変で信長は亡死してしまいます。秀吉が中国大返しを敢行。山崎で明智光秀との決戦に臨んでいる間、秀久は淡路にとどまって明智方についた地元豪族を抑えました。本能寺の変勃発で俄然やる気を取り戻したのが、一時は織田に恭順すると決意した長宗我部元親。信長が死んだなら話は別と再び四国統一に乗り出します。そごう正康から阿波をもぎ取り、讃岐に追いやり、秀吉と対立する柴田勝家と手を組んだ長宗我部。そごうは秀吉に援軍を求め、秀久はその対策として再び淡路に向かい、洲本城に入城しました。長宗我部との攻防、十万石の大名に。秀久は小西行長らと共に小豆島方面から海を渡り、讃岐清霞城、高松市、旧高松城を攻めますが、固い守りにあえなく撤退。今度は淡路島方面から海城、引田城に上陸します。ここに長宗我部家臣香川信景5000の軍勢が攻めてくると聞いた秀久、守るは2000、数では振りながら城を出て伏兵を用いたゲリラ戦で応戦します。はじめこそ優勢だった戦国隊でしたが、次第に数で押され、長宗我部の五詰めが到着すると引田城に退却。城を囲まれ総攻撃に遭い、秀久は命からがら淡路まで退きました。長宗我部、下手に手を出すとやばいと悟った秀久は、淡路島、小豆島の防衛に徹し、そのために祖母は孤立して讃岐からも追われ、大阪へと逃亡する羽目になりました。そうこうするうちに、柴田勝家が賤ヶ岳で秀吉に敗れると、秀久は天正11年1583年、淡路平定の功によって淡路5万石を預かる大名へと出世を果たしました。その後起こった小牧長久手の戦いにおいても、秀久は長宗我部への備えとして淡路を防衛。紀州根頃、西下州が蜂起すると、水軍を集結させて紀淡海峡から紀州攻めに加わり、武功を挙げました。紀州諸勢力が駆逐されると、いよいよ四国、長宗我部は孤立。天正13年1585年、四国征伐が開始されると、秀久は以前に英雄を飲まされた清霞城を落とし、淡路島南端からほど近い木津城、鳴門市の水源を断って落城のきっかけを作るという功を挙げます。長宗我部元親は秀吉の軍門に下り、秀久は讃岐10万石を与えられて大出世。ここまで多少のガタつきもありながら、秀久は順調すぎる昇進を続けてきたのです。辺津川の戦い、その頃九州では薩摩の島津氏が勢力を拡大。対抗する豊後の大友宗麟は秀吉に救援を求めました。天正14年1587年、秀吉は九州征伐に取り掛かり、侵入して間もない四国勢に先陣を務めさせ、讃岐の秀久を四国勢を取りまとめる軍官に任じます。豊後で待っていた大友勢も合わせると、数の上では2万の大軍となった豊臣軍。
しかし四国勢として従軍するのは長宗我部元親、信親親子と祖郷正康。文官の秀久にしたところで、つい千年まで争っていた仇同士、加えて大友勢の士気も下がっていて、結束力なんてどこにもありません。そんな中、豊後、へつぎ川、大分県大野川下流に面する大友氏の鶴ヶ城を島津家久の軍勢が囲んでいましたが、秀吉は、わしが行くまで絶対に手を出すなよ、相手がやる気をなくすまで待っとけと待機命令を出していました。ですが、押すなよ、絶対に押すなよと言われたら押さなきゃというのがお約束。勝ちを焦った秀久は、殿下が下校されるまでに型をつけるのじゃと意気込んでしまい、12月の寒空の中、川を渡って鶴ヶ城を救援に向かうという策を立てます。この救援作戦に長宗我部親子は大反対したのですが、祖郷正康は長宗我部への対抗意識からか、秀久の肩を持ち、命がけの壮絶リアクション芸が始まってしまいました。戦の前、長宗我部信親は、これじゃ自滅する、俺はへつぎ川で討ち死にするぞと吐き捨てたと言います。三国一の臆病者。へつぎ川を渡ってびしょ濡れの兵たちは、寒さに震えながらも果敢に攻め、所詮は豊臣軍有利かと見えましたが、島津家久はお家芸、釣りの伏せを仕込んでいました。交代する島津勢を秀久本隊が追撃すると、そこに待ち構えていた伏兵が左右から襲いかかり、逃げていたはずの前方の部隊も振り返って逆襲してきます。さらに島津軍は増援によって膨れ上がり、地獄さながらの殲滅戦となったのです。この戦いで長宗我部信親と祖郷正康は討ち死に、元親は第三陣として待機していたため戦わずして敗走しましたが、信親を失った悲しみは深く、その後人が変わったようになってしまいました。そして当の秀久はというと、味方が死を賭して戦っているその隙に、軍官の役目も放り出し、我先にと戦場を離脱。よっぽど恐ろしかったのでしょう。小倉城にたどり着くと反撃、交戦することもなく、そのまま所領のある讃岐へと逃げ帰ったのでした。この大失態に秀吉は当然激怒。秀久は死罪こそ免れたものの、所領召し上げ、高野山へ追放となり、これまで築き上げてきたものを全て失ってしまったのです。鈴なり武者、現る。こうして改易、強制出家となった秀久。さぞや意気消沈して元気もなかったのでは、と思いきや、案外そうでもなかったようで、ぬるっと高野山を出ると、浪人として京や大阪に舞い戻りました。天正18年、1590年、小田原征伐の陣触れが出ると、秀久はどういうコネからか、徳川家康に陣狩りを願い出て参陣。陣狩りとは、自費で手勢を率いて戦に参加させてもらうこと。勝てば恩賞や仕官にありつける可能性もあり、地位を失った武士が再起をかける手段でもありました。前田利家も桶狭間や森部の戦いで陣狩りして織田への帰参を許されていますね。一世一代の大勝負に出た戦国秀久、参陣したその姿に周囲は驚きました。紺地に白く無の一文字を染め抜いた馬印、頭はかすげの兜、白混じりの灰色の馬毛を植え込んだ兜で、何やらもふもふ。鎧の上には白練り絹に日の丸を染め抜いた陣羽織。
さらに陣羽織の表一面に無数の鈴を縫い付けて、動くたびにジャリジャリと音がしてやたらうるさい。それはそれは目立つこと受け合いです。秀久はこの異様な戦装束で敵味方の目を引き、今度こそは命がけで戦って己が武功を見せつけようとしたのです。鈴なり武者の異名を取った秀久は、伊豆山中城三島市を攻めるにあたっては槍を振るって先陣を務め、その暴れっぷりは戦国原の地名の由来となったと言われるほど。小田原城攻撃の際にも小口一つを占拠するなど見事な働きを見せます。派手好きな秀吉は秀久のパフォーマンスを面白がり、褒美に金のうちわを与え、信濃の国小諸五万石に報じて大名に復帰させたのでした。徳川秀忠のハートをわしづかみ。秀吉の没後、秀久は小田原での陣狩りの恩を返すべく徳川家康に従いました。関ヶ原の戦いでは嫡男扱いとなっていた次男秀則が独断で西軍についたため、これを感動、自分は小諸に着陣した徳川秀忠を短期迎えに出て真田の上田城攻めに参加しました。真田正幸に手玉に取られて悪戦苦闘し焦る秀忠に、以前の自分を見たのでしょうか、私を人質に差し出して若殿は関ヶ原へ向かってくださいと申し出た秀久。秀久では人質としてちょっとあれだったという理由でこの申し出は採用されませんでしたが、戦後本戦への地産を父に咎められる秀忠をかばい、徳川親子の間を取りなしたといいます。こうして主の心をがっちり掴んだ秀久はその後秀忠と親交を深めるようになります。秀久は参勤交代の折には妻子の同行を許され、江戸に着くと幕府の使いが迎えに来るという豊臣恩子の外様大名としては破格の待遇を受けました。上田市立博物館には秀忠が江戸の戦国庭で描いたという鶏の墨絵が収蔵されていて、二人の関係がとてもくつろいだものだったことを伝えています。世が太平となってからは小諸領内の内政に励んだ秀久、そばがきを改良して麺状に切った名産小諸そばの生産を奨励、自ら包丁を持ってそば切り作業に加わり、戦国さんと呼ばれて領民のハートも掴んだと言いたいところなのですが、開拓や街道整備、城の大改修などを張り切りすぎたため民の調査を招いてしまったというオチもついています。慶長19年1614年5月秀久は江戸から小諸へ帰る道中の武蔵の国鴻巣で病を発し帰らぬ人となりました。なりふり構わず血まみれの戦場を生き抜いた男は64年の生涯を布団の上で安らかに終えることができたのです。まとめ、美濃斎藤氏の家臣だった戦国秀久、織田信長、豊臣秀吉に気に入られ、そんなに大した働きをしたようにも思えないのにトントン拍子で大出世、辺月川の戦いで三国一の臆病者とそしりを受けるほどの大失態を犯し、一度は全ての地位名声を失いながらも徳川家康の力を借りて大名復帰を果たします。関ヶ原では徳川秀忠の信頼を勝ち取り、小諸藩初代藩主として無事に太平の世を迎えました。それにしても辺月川でのやらかし、鈴なり武者の戦装束、関ヶ原での秀忠とのやりとり、そば切りパフォーマンス、どれをとっても
秀久の超忖度力が働いているように思えてなりません。忖度というとなんだかこすいイメージがありますが、相手の求めているものが何なのか、どうすれば好印象を与えられウィンウィンを得られるのかということを見抜く才能に長けていた武将、むしろその一点で出世した武将なのかなと思います。今でも長宗我部ファン、蘇豪ファンからは目の敵にされている戦国秀久ですが、人柄は多分悪くないと思いますので、そろそろ許してあげてはいかがでしょうか。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。